24歳、スタップ細胞おばさんです、はい、動物園にいるような普段食べない動物をどれか一人食べないといけないとしたら何を食べますか、はい、残酷な質問カバとかいうことそうです残酷な質問でも、むしゃあないよ、それはむしゃあない誰かむっちゃ怒るでこれなんかカバ食べたいとか、はい、カンガルー食べたいとか、ね、でもそういう状況になったら、はい、そうです最悪ね最悪それは食べないんですよ生きていく上でね、はい、もう俺たち動物園にいるんですよそうですでもなんか今日でいいんじゃないけどこう壁に囲まれてもうてそう食わなあかんとそう何食べる動物園にいるのって基本そうか全部普段食べへんようなまあまあ食べないですよで自分の好みのお肉はどれかってことでしょう、はい、まあ肉だけじゃないか魚も魚もなんかどうか魚は なしにしましょうかもういわゆる動物にしましょうかやっぱ、うん、リアルに、うん、うまそうなやつ、うん、まあでもクマはあるもんねああクマはねクマ鍋が、はい、ちょっとだからないやつがいいないやつがいいですねキリンとかってどうやろうあれいやあれは大味でしょういやでも俺よく、はい、あの YouTube のその動物の対決のやつよく見るけど、うん、あのライオンよーキリンのケツにこう引きついてってるで美味しいんちゃう美味いんすかねよーこう何匹かでこういや弱いからやろそれはそうなんかなうまいんちゃうキリンもしかしたら口臭いでキリンえみんな臭いよそんな言い出したら、まあ、野生ですもんねだってそうか、はい、キリンねカバとキリンやったらいや、だってカバなんかいや、カバは嫌やでしょ、臭いやれ脂っこそうやし、あの、沼みたいなとこにやんああ、そうやねあれはちょっとやでキリンなキリンの焼き鳥とかちょっと焼き鳥何言うてんのこれや思ってんのカバールやと思うやけに言ってたいや、これ何でしょ、友達か